民、三歳図への、小堀文たち構造、立憲、政火2年12月17日は、民の政治家、停心。字は、原徳。死亡は文たち。南洋府、当州の人。郷里では、天才で知られており、千徳七年に、下居の地方試験である里見に、主席で合格、千徳八年に紳士となった。聖刀元年には、リ部主事に任じられ、 後に老中になる。正徒14年の土木の変では英葬に従って従軍するが、民軍は土木保の合戦でエセンハーンに大敗、壊滅し、利権は命からがら逃げ戻った。影安年間には、兵部右老中としてなおも政権の中枢に位置した。英葬が脱門の変で天順帝として重訴すると、左次郎。 ついで、理部少書に認じられて、天音淳年間の朝廷における実力者となった。しかし脱門の変で功のあった石、徹やや総吉祥らは、利賢の存在を疎み、英宗に残言して左遷させている。このため石徹とと、総吉祥、英宗の後ろ盾を得た、利賢による清掃が始まり、天音淳四年に、老いの石氷が罪を犯したのを理由にして、石、 トールを極死に追い込み、天根純五年には、早期首相と宗金が反乱を起こすと鎮圧に貢献して、その一族を死罪に処して、英宗の権力確立に多大な功績を上げた。このため、事実上の最小として、英宗より絶大な信任を受けた。天根純八年、英宗が崩御した後は、その息子である、聖神帝に仕えたが、 聖下2年にジップが死去するとそのもに服することを理由にして引退しようとした。しかし生下三角は引退を許さず、立憲はやむなく復帰することになる。だが、その数月後に休止した。去年59。引退を許されずに復職を命じられたというところに、立憲の優秀な政治力と皇帝からの絶大な信任が伺える。 聖火三角はその死を惜しみ、利権に大使を追贈した。文化人としても優秀で、鏡古録や、大民一等史などの作品がある。帝里子生はその娘婿である。民史巻176に、古障北西私福奪感とある。ありがとうございます。